FOX230 チャンネルへようこそ。はい、皆さんこんばんは。今日の問題です。今日の問題はですね、これ、まあ、レのように見えますけど、カタカナのレのように見えますけど、問題、この時計は何ということです。この時計は何で、このレのようなカタカナの上に、こちらは2時、こちらは2時半とあります。この2時と2時半と、この記号からですね、記号のようなものから、この時計は何でしょうかという問題です。結構難しかったです。これもう私は分かりませんでした。妻も分かりませんでした。今回は引き分けです。妻対夫対決は今回は引き分けです。で、ちょっとヒント先言いますね。ヒントはですね、ここのレのところの角度、こちらとこちらの角度と、まあ厳密に言えばここの長さとここの角度、両方ですね、考えていただければ、頭の柔らかい人というか、発想力がある人はわかるかもしれません。私は解けませんでした。はい、この時計は何でしょうか。 Thinking time。はい、皆さんどうでしたでしょうか。解けましたでしょうか。これをですね、時計の長針と短針と思っては解けません。発想の転換が必要な問題です。答えはですね、これ日時計です。え？いう感じになるかと思いますけど、こんな感じですね。この縦の間が棒、日時計の棒ですね。こちらですね。で、こちらの時計で言うたら、単針になるところが影になります。この棒からできた影になります。ですから2時と2時半では角度が若干違います。2時半の方が当然ここの角度ですね。こちらの角度がやや広くなってます。で、まあ厳密に言えばわずかの差でしょうけど、こちらの影の長さも、2時と2時半で言えばこちらの影の長さもわずかでしょうけど、こちらの方が長いはずですね。で、答えは、はい、日時計でした。皆さんどうでしたでしょうか。解けましたでしょうか。また分かったよという方、こんな風に間違ったよという方、コメント欄の方にコメントいただければ幸いです。